はい、こちらの天気図が、今日、1月、3日の、朝9時の天気図です。今ちょうど、紀伊半島、この和歌山県というのは高気圧の、ど真ん中に入っています。今日は、ほとんど風もなくって、春のような、天気になっているんですけど、その原因がこの大きな、強い高気圧になっていますので、ほぼ今日本全国どこでもいい天気になっていると思うんですけど、北海道だけは、この低気圧の影響があるんで、北海道だけはちょっと雪が降ったり雨が降ったりというような状況になっています。で、一つ見ておくのがこの低気圧ですね。南岸低気圧、これが時速35キロで、東方向へ、進んできます。でこれで明日天気が崩れるかどうかというところになるんですが、これが、今晩の、今晩の夜9時の予報です。この南岸低気圧、非常に動きが、遅くて、ほとんど発達していません。でそれで、距離、ちょうど、明日の朝ぐらいに紀伊半島の、沖合に来るんですけど、ちょっと距離が離れすぎているので、雨雲がほとんど、和歌山県にはかからない状態なので、今晩はほとんど、ほぼ雨はないというふうな感じになります。で、南岸低気圧の、特徴としましては、寒気を引き込んで、強い冬型の気圧配置になるんですが、この南岸低気圧が、明日の夜9時、に関東の沖合にまで行くんですが、これがほとんど発達してません。普通は、これが発達して、冬型の気圧配置が強くなって関東方面は、ものすごい雪になったりするんですが、今回はそれはなさそうなので、発達もしないので、今度このシベリアから降りてくるこの大きな高気圧、寒気の高気圧の進み具合も、これもゆっくりなペースになりますので、明日は、強い冬型にはならずに、明日は、風は、そこそこは吹くとは思うんですが、いつものようにこの冬型の爆風というような感じには、ならないというふうに見ています。で、明日のピンポイントの、これは白浜町の予報です。これは寒気の影響、寒気と気圧の谷の影響で、曇りがあるんですが、明日の朝からは、北の風2メーターで、朝の9時は、天気が晴れになって、北北西3メートルと、で気温はやや高めですね。7度10度で、お昼の12時で12度になっています。でお昼のこの風、北北西7メートルとちょっと西がかかる風は、天気のいい日っていうのはだいたい西寄りの風が昼から、吹きますので、これはもういつも通り天気のいい日はだいたい吹きます。でその後また風は、夕方から、緩んでいくような予報になっていますので、今晩はもうほぼ雨もないというのと、明日は、風は午前中はほとんど吹かずに昼からちょっと強くなるというような形で、波もほとんどないというような、状況です。